皆さん、明けましておめでとうございます、ロサンゼルス米国解脱協会の岡野直也です、この動画では、新年のご挨拶といたしまして、2021年が、干支の観点からどういった年になるかといったことを中心にお話をさせていただきたいと思います。日本ではご存知のように、干支という概念があります。干支というと、ネズミや牛といった、12種類の動物を思い浮かべる方がほとんどかと思いますが、本当の干支というのは、この十二支と実感というものを組み合わせたものです。十二支というのが、先ほど述べました12種類の動物で表されているものですが、実はこれらの動物の性格とかにはですね、あまり意味はなく、その動物を表す漢字が持つ意味が非常に重要になります。もう一つの実感というのは、陰陽五行説をもとにした、公、乙、丙といった、10の要素からなる考え方です。この2つの組み合わせが、60通りあり、この60年のサイクル、周期のことを干支と言います。日本では60歳を還暦と呼んで、赤いちゃんちゃんこを着て、お祝いをするというのは、この干支のサイクルを一周したため、こう61から、次からですね、新たな人生を踏み出す、新たに生まれ変わるという意味を表しています。さて、本題ですが、今年の干支ということが、重要かと思いますが、今年の十二支は牛であり、実感は可能とという年で、これらを合わせて可能と牛というのが今年の干支であります。可能とというのは、新しいという意味のこの新という漢字に通ずるものがあり、植物が枯れて新しい世代が生まれようとする状態を指します。そしてこの牛という漢字ですが、日本十二支学会によりますと、この字は紐という漢字に通じ、生まれて初めて手を伸ばす形で、屈曲した腕や目が伸びようとして伸び悩む形を表した象形文字だそうです。今まで曲がっていたものを伸ばすというところから、始める、結ぶ、掴むなどの意味を持ちます。厳しい冷たい土の中で、草木の根が紐のように結び合い、春を待ちつつ耐え忍んでいる様子を表しているとされています。ちなみに、おととしはイノシシ年で、このイノシシというのは、種が誕生している状態、昨年はネズミの根年でしたが、この根というのは種の中に生命ができ始めた状態、そして来年の寅年というのは芽吹きの意味を持っておりますので、今年はその中間で芽吹きのために力を蓄えながら成長していく、そんな年を表しています。つまりこの可能とも牛もどちらもですね、新しい生命が生まれ、育まれ、生まれてくるという意味を持っており、お互いの意味がこう相乗効果で高め合いですね、新しい時代の到来であり、大きな変革の時を示していると私は信じております。確かに昨年世界中で広がったコロナウイルス感染症は大きな被害をもたらし、私たちの生活に大きな影響を与えました。しかしそのことに不平不満を言うのは、全く意味のないことであり、解脱の教えを学ぶ私たちは、そういった状況の中で何ができるのか、何をすべきなのか、そういったことを常に考えて、今できることを精一杯やっていかなくてはならないんだと思います。この干支が示しているように、今まで通りの考え方ではなく、新しいことにチャレンジをして、常に進化をしていく、それが魂の成長、覚醒へとつながっていくものと信じております。ちなみに先ほど干支は60年サイクルと申し上げました。つまり59年前の1960年は昨年と同じ可能えねという年、そして60年前1961年は今年と同じ可能と牛という年だったということです。
つまりこの約60年前の世界の流れを見ることによって、まあ、今年がどんな年になるのか比較することができるのではないでしょうか。59年前の1960年はチリ大地震や、まあ、中国では大規模な飢餓に見舞われるなど災害などで多くの人が亡くなった年です。またアメリカでは昨年同様大統領選挙があり、民主党のジョン・ F ・ケネディさんがアイゼンハワー大統領の後を受け共和党の候補になったニクソン氏を破り見事に政権交代を果たした年です。また当時の大統領選では初めてテレビ討論が行われ放送されたことでも話題になりました。コロナウイルスによって多くの人が亡くなり、またズームなどによるオンラインによる授業や仕事が行われた昨年となんとなく同じような感じがするのは私だけでしょうか。そして60年前の1961年は、まあ、後に世界中で大ヒットとなったすき焼き、まあ、日本語で言うと上を向いて歩こう、坂本九さんの曲ですが、それがリリースされた年であり、またロシア人宇宙飛行士ガガーリンが初めて宇宙への有人飛行を成功させた年でもあります。上を向いて歩こうは日本の音楽が広く世界に広がったグローバル化の象徴として認識されており、また初の有人飛行は科学の発展、宇宙への展望ということで新たな時代の到来を人々に感じさせた出来事だったのではないでしょうか。それと比較して今の私たちの周りには AI やテスラの電気自動車、自動運転といった技術が格段に進歩し一般にも普及しており、空飛ぶ車なども実用化に向けてどんどん進歩しております。いずれにせよ今年は新たな時代の到来を感じさせてくれる何かが起こるような気がいたします。解脱金剛様は信仰の中で、人はせめて世の変革のような非常重大の時期に魂の覚醒を得ねばついにその木を永久に逸するに至るであろうとおっしゃっています。今こそが金剛様のおっしゃっている私たちの魂を覚醒する時です。そのために私たちがしなくてはならないのは生活業と信仰業両方の実践です。生活業とは社会の中で与えられている立場の中で精一杯努力すること、例えば学生だったらたくさん勉強し、友達、親、兄弟と仲良くする、働いている人は会社や社会のために尽くす、何か問題に直面したら自分を振り返り自分を律することによって状況を改善していく。信仰業とは大まかに言えば大自然の法則に沿って生きるということですが、まあ、具体的には自分の命に感謝、生かされていることに感謝、アマチュア供養をしたり祈りを捧げる、他にもコロナウイルスで犠牲になった人の御霊に供養をしたり、コロナウイルス感染症と日々対峙し職務を全うなされている医療関係者の無事安全を祈願するなど、家にいてもできることはたくさんあります。どうかそういったことをしながらより良い家庭や社会、世界になるよう努力していきましょう。最後に、余談になりますが、私の最近の失敗談を紹介、させていただきたいと思います。実は私の息子が最近、おもちゃのレゴにはまっていまして、つい最近、まあ、もらったお年玉を使って、まあ、大きなレゴのセットを買ってあげました。結構なんか大きい難しいやつだったのですが、まあ、ちゃちゃっと作っちゃうので、まあ、親バカではありますが、まあ、なんかうちの子供すごいなと感心していました。まあ、脳にもなんかいい影響がありそうだなと思って、またなんか買ってあげたいななんて思っていたところ、Facebook の中にですねレゴのセールをしているサイトのこの広告を見つけました。なんかすごい安かったので、これはチャンスだと思っていくつか買いだめをしようと、100ドル分ぐらいのものをオンラインのショッピングカートに入れてクレジットカードで決済しようとしました。しかし最後に注文をこう確定した直後、そのクレジットカード会社、まあ、シティっていう会社なんですけども、シティバンクからテキストがショートメールですねが来ました。
それはまあ私のしたこの決済がまあ疑わしかったため、まあ、その購入が私のしたまあ正しいものかどうかの確認の連絡でした。それでシティバンクから送られてきたまあテキストを見ると、まあ、そこに載っていた金額が私がこう購入した金額と少し違ったんですね。まあ、それでんあれおかしいなと思っていろいろと確認してみたら、そのもともとのサイトもどうやら怪しい。そこでまあ調べてみたら、まあ、案の定スキャン、まあ、この詐欺でした。クレジット会社から来たテキストに、まあ、これは間違いでしたと連絡すると、まあ、すぐシティバンクの方から私の方に電話をくださって、カードをキャンセル破棄して新しいカードを発行するという形を取ってくださいました。今回はそのシティバンク の, このセキュリティの素晴らしさにこう守られたわけですが、まあ、本来私自身結構そういうのには慎重なタイプで自分は絶対に大丈夫だと思っていたんですが、まあ、まんまとやられてしまいました。まあ、そういうのに騙されてしまった人っていうのはみんな口を揃えて、まあ、まさか自分がと、まあ、言ったりしますが、本当にその通りだなと思いました。これはまあ自分の過信や注意不足、感謝不足といったことから引き起こしたものだと反省し、それと同時に、まあ、私自身は被害が何もなかったこと、まあ、シティバンクにこう守られたこと、まあ、そういったことに感謝をさせていただきました。そしてミニスターという立場ですから、まあ、この恥を忍んでですね、まあ、自分自身の戒めとして、みそぎとして、また皆様への情報提供、注意喚起の意味を含めまして、この私の失敗談をお伝えさせていただきました。どうか今一度自分は大丈夫だ、人事だと思わずに日々の生活の中で注意をしていただけたらと思います。そんなこんなで皆様の2021年が健康で幸せに満ち溢れた素晴らしい1年になりますことを心より記念いたしまして、新年初感謝会の際の私の講話とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。